宝来学園シリーズは、新城十馬、加藤ー・シ雑波行羅のライトノベル群、富士見ファンタジア文庫館。本校では、シリーズ第一作をもとに制作されたドラマ CD についても合わせて扱う、ネットゲーム90宝来学園の冒険、で起こった大事件、90年動乱以後の宝来学園を描いた小説シリーズ。90年動乱の後始末が、 表面上終わった92年以降が舞台となっており、90年動乱で活躍した生徒たちは名前だけの登場となることが主で、主人公や主要登場人物には新しいキャラクターが用いられている。最後となった、宝来学園の革命は未完である。経緯については、ネットゲーム90宝来学園の冒険の項目を参照。十二年度の新入生。 朝日奈淳一が巻き起こした一連の騒動を綴ったラブコメディー。新入生歓迎イベントの最中に偶然見つけたあの娘。その瞬間からあの娘のみを追い求め、淳一は学園を走り続ける。その先に放来学園最大の暗部があることも知らずに、夏休み前夜、秘密火事のビエトロダリンスクで行われたバカラの勝負をきっかけとして、 一夏の狂乱劇が幕を上げる。シベリアの荒野に生まれた天聖の賭博思想にゃ、裕福な家庭に育ち、法来学園上流階級に、属する、野々村幸之丞。この二人を軸に、生徒会執行部や謎の学園重視など様々な、生徒を巻き込み、経済的、政治的大混乱が、法来学園を駆け抜ける。すべてを飲み込むかのように傍聴を続ける、混沌。 悪徳王子。すべての決着をつけるべく開催された空中共演の果てに待つものとは。蓬莱学園がソーニャと雪野の対決に揺れたあの夏、学園教師の山根良子は工場圏のアルバイトに誘われて研究部を訪れる。そして焼けただれた廃墟に佇む少女、緑と出会った。緑はなぜ年を取らないのか。緑を学園に連れてきた。 敵教授は何を研究していたのか、様々な謎と研究部内の権力闘争を背景に閉ざされた資料室の整理作業が開始される。今は亡き敵教授が自らの手で葬り去った研究結果を求めて、資料の整理と共に徐々に明らかになる緑の過去。嵐の夜に蘇った不気味にうごめく架空の犬、ガニスファンタスティカスの影。夏が過ぎ、 過激な環境保護活動家の少年が、自称、友人の重視、天敵である、公安委員会費長連絡局局長と共に、卑怯南部密林をさまよっていた。方向を上げ密林を失踪する、謎の怪物エルトンの魔物。怪物に蹂躙された公安の秘密基地からさまよい出た、彼らがたどり着いた先には、別々に進む二つの物語が聖なる夜に交差した、時、 密林の賢者から与えられたエニシエの銃が最後の銃弾を放ち、ついに禁断の知識の封印が解き放たれる。鉄道管理委員会を再生し、蓬莱学園の上流階級に絶大な影響力を誇る野宮四姉妹の長子、花江。彼女が二週間に一度主催する抽選会で、折川育夫、またはピエトロ・パルメッティが当選した。商品は、夢の実現。 友人に頼まれて、気軽に応募したイクオは花井に問い詰められ、ついに自身も気づいていなかった夢を語り始める。しかし生まれたばかりの彼の夢は、冷徹な現実の前に無残に打ち砕かれ、失意のイクオは、謎の女性から助言を受ける。そう、あの公安委員会ですら、朝日雛を止められなかったと。イクオが自身の夢に気づき、その実現を決意したとき、 蓬来学園はかつてない変革の時を迎える。蓬来学園の初恋、イメージアルバムとして株式会社 T アップが企画、制作したドラマ CD は1994年3月23日に発売。蓬来学園の初恋のドラマ化であるが、設定と大きく異なる。ありがとうございます。